大臣35、斉藤豊の応援ありがとうございました。またセコンドに着いた選手ね、また勝たせることができなくて本当に不甲斐なく思っております。まあ、たくさんいろんな声をいただきますが、まあ、真摯に受け止めて、まあ、結果は全てですよね。何言われてもしょうがないんで、必ずね、まあ、諦めずにチーム全体強くなって、見返せるように頑張ります。ありがとうございました。